誰か誰かいないのか。つながった。ゾンビか。ゾンビか。柴田にどこにいるんだ。お、生きてた、生きてたか貴様。貴様生きてたか。発砲がする。どこにいるんだ。座標を言うんだ今から。助けに行くから。座標を言うんだ、柴田。柴田。発砲音がする。弾切れだ。弾切れだ。柴田、どこにいるんだ。発砲音だけが聞こえる。聞こえる、聞こえる。声が聞こえるよ。こちらの声が聞こえるか。聞こえますよ。そちら。ビップザキャンプっていうところにいます。ビップザキャンプ？あ、リフューザキャンプ。俺もそこに向かってるぞ。もう待ってろ、今助けに行くぞ。俺弾がねえ、俺。あ、俺弾一発も持ってねえ。すまん、助けてくれ。弾がねえんだ。弾がない。弾がないですか。弾なかった俺、一発も持ってない。助けてくれ。リフューザーキャンプ200切った。撃つなよ。くそ、こんなとこから出してやる。来たぞ。誰か。リフューザーキャンプのどこにいるんだ。リフューザーキャンプに到着。応答してくれ。生存者いないのか。車の音がする。うわ、ゾンビだ。セーフゾーン中心に到着。意外とあれだぞ。あれ、意外とセキュリティもろいぞ、ここ。いかん、無茶こいた。誰か。誰もいないのか。ダイレクトチャンネルのかすかな声が聞こえる。おーい。声が、あ、よかった。よかった、生存者だ。何、あ、大丈夫ですか。弾もなんもない。メディックですか。あなたメディックですよ。すまん、俺の持ってる銃45口径なんで弾入らんこれ。まさか生存者がいるなんて。うわあああああああ、ナイスキル。もう殺されたのかと思った。殺されたのかと思った。やめな、ちょっと待って、ボイスを面白いこと言うやつだな。いつも外人がまめきやがるから。朝起きて家から出たらこうなっていたんです。なんだって。俺も病院から目が覚めたらこんな状態になってたんだ。世界はどうなっちまってるんだ。このままだと飢え死にだぞ。何かのドラマで聞いたことあるような説。
病気から目覚ましたらこうなってたんだ。あの人おーいおーい、助けてくれ助けてくれ、ちょ顔色おかしいぞこいつら顔色おかしくないか、生存者じゃないぞこれ、おかしいよ、病気だよ、帰ろう、そっとじしよう、そっ、そここに何か食べ物や武器はないのか、食べ物や武器はないのか、え、なんかあそこ入れるんじゃないのか、ここ探してみよう、近づくとだいぶ声が大きくなるんですねすごいですね、入れないぞ、あ、か、階段があった、お、階段があった、登ります、あなたはなんでライフル持ってるんですか、待って待って、話がおかしいぞ、もっと軍人は家にライフル置いてないぞなんか私は民間人です記憶が、あ、記憶が半分ないです、ヘリコプターとゾンビがいます、民間人か、民間人出なかった、ヘリコプターだ、私はパイロット、う、頭が痛い、思い出したぞ、私はパイロットだったよな飛行機の運転ができるぞ、う、頭が痛い、動かタッチできるぞナビゲーションお願いします、このヘリうる、このヘリうるさすぎます。セーフハウスに向かうぞ。霧で、霧で何にも見えねえ。何も見えねえ。何も見えねえし、何も聞こえん。
ハウスに下ろすぞ。なんだここは、なんですかここは。マップによるとセーフなんとかって書いてあるぞ。セーフハウスって書いてあるけど、よく見てくれ。セーフハウスって書いてあるけど、ドクロマークなんだアイコンが。セーフとはいかに。もしかしたらいるかもしれないですよ。探してみよう。俺たち以外のセーフ生存者が。めたいこと言うとオープンにしてあるけど本当に誰かが入ってこ聞かねない。もぬけの殻だ。今のところ食料や体力は大丈夫だぞ。見たまま何もないぞ。あそこに物資らしきものがあるな。取ってこよう。わー、この動画はプレイ後ほぼ無編集ですぐ上がる。すぐ上がると思います。なんだこれは。これなんか思い出があるな、ここ。うん、記憶が、頭が痛い。見えないゾンビが、うう目玉だけ見えるゾンビが、目玉だけ見えるぞ。なんもないぞ。何もないぞ。あ、ATV だ。撤回だ。見たこともない ATV があるぞ。え、真っ白？白いぞ。あ、ファーストエイドだけ入ってる。え、真っ白だぞ。え？白だぞ、白。ガスがある。これちょっと枯れるか。ヘリは使い勝手が悪い。危ないんだヘリは。ここからいて、ぶつけた。ここからいっぱいエリアがあるんだけど、何なのこれは。エアフィールド。あ、空港に行ってみよう。それしかない。ないぞ。これ俺3年前もここスリップした記憶があるぞ。そっか、ビークルチャットにした方がいいのか。はっきり聞こえます。あ、はっきり聞こえる。3年前同様スリップしたぞ。3年前。ゆっくりゆっくり行きましょう。何があるんだ。あっちに空港があるらしいぞ。空港には絶対何かありますよ、物資が。定番だ。この島一体どうなってやがるんだ。
れてねえかこれ。地図によればこのまままっすぐ行って次の道を左に行けば了解向こうの道に出れるはずです。よし、ああ危ない、慌てないでください、何も周りにいませんよ。あ、ここ左です、任せろ。行けるとこまで行くんだ。うわドリフトするぞすごいぞ感性が。なんかさっきからカウントが出てるんだが、6とかオートとか。カウント？待て待て待て、 A2 じゃないのかこれ。あ、違う、この街は A2 じゃない。トラックがありますよ。トラックがある？ブースじゃないのか。エイドがあったんだ、エイドが。なんもねえんな。なんもねえんな。何かあった時のために、え、何やってんの、何やったの、え、怪我してるよ、待って、しまたに怪我してるよ、直すよ。怪我してる、今治療してんのかな、これ。止まってない？何やってんの、俺。歩けなくなってしまったんだから。キーボードは生きてるようだ。あ、治ったんだが。お、お、あれ？マウスホイールで全てのなんかビルドができなくなってしまった。エイドをやろう。あ、重さの概念があるぞ。ビルドができなくなってしまった。治った？ダブルクリックもしくはマウスホイール。はっ、乗れなくなってしまった。バイクに乗れるかこれ。乗れないんだ俺。ああ、じゃあ歩いていくしか。歩いていくしか。っていうか、なんか、バグったみたいだぞ。ギアがバグって、アクションメニューがバグっちゃったぞ。よし。島田委員。一旦テストプレイ終わろう。行動ができない。発砲もできるかどうか怪しい。ちょっと試し撃ちすると。撃てる、撃てるけどビルドも何にもできぬ。一回部屋を割ろう。ここら辺までの動画は上がってるはずだ。すごく人を煽るような形で上がってるはずだ。終了だ。デッドプレイありがとう。続く。
やった俺ホスト慣れた、入ってこれますね。やったやった。多分誰でも入れると思いますよ。やった、また外国人に罵られながら PVP をする日々が始まるった。気軽にできるザアルマが